みなさんこんにちは、ムロニーです。今日はじゃらら、この可愛い皆様たちと一緒にハウントさん代官山にやってまいりました。お一人ずつお名前をお願いします。はい、PR の横田梨沙です。よろしくお願いいたします。マーケティングの斉藤梨沙です。よろしくお願いします。マーケティングの高橋司祭です。よろしくお願いします。骨格診断をもとに自分に似合うデニムを探していきたいと思います。私はストレートです。私はウェーブ体型です。私はナチュラル。それぞれ皆さんお分かりなので、今日は早速選ばせていただいたデニムを試着いただきたいと思います。着替えていただきました。ストレートタイプの横田さんです。筋肉質な体型をまっすぐなラインでカバーするデニム、ヒズをセレクトしましたよ。アッパーハイツのヒズはちょっと全体的に足に緩さのあるラインになっておりまして、ウエスト周りもクッと内側に入ってるっていうよりは腰骨で引っ掛けて履くようなちょっとメンズライクなモデルになっております。やっぱりこうアイラインがいいってことですよね。そうですね、はい、横田さんのイメージは結構こうかっこいい感じがいいと思ったんですよ、うん、で、まあ、骨格もストレートっていうことだったのでこのシャープな感じがいいかなと思ったんですけど、上半身の厚みはシャツでふんわりカバー、ボタンを開けてデコルテを V 焼きにしました。ストレートさんは引き算のおしゃれが似合うタイプ、アクセサリーは控えめがおすすめです。1着目着用いただきました。すごい可愛いライムグリーン。あんまりこういう色とかこういうふんわりしたもの着ないので、うん、結構新鮮な感じで、うん、でも意外と似合ってるかもとか思っていいです。丸首だとやっぱりちょっと違うのかなと思うんですよ。ここもやっぱりこう鋭角なシャープな感じがストレート体型にぴったり、デニムと合わせてるからよりなんか着やすいなとか思いました。カードとかふんわりしたものと合わせるよりも、うん、こっちの方がいいなって思います。なんか私ここが張っちゃうので、あ、もうな筋肉質っていうのもあって、うん、なのでちょっとゆとりがあるので余計自分に合うのかなって思います。ももはりさんの方が結構骨格診断でストレートの方多いって言いますもんね、うん、そういう方にはやっぱりこのアイライン出せるヒズがおすすめです。それでは続いて斉藤さんです。で、斉藤さんは骨格ウェーブさん。はい、そうですね、骨格ウェーブです。骨格ウェーブの斉藤さんにはレッドカードのハピネスをご着用いただきましたよ。膝周りだったりとかがピタピタッと小さくなく、全体的にゆとりを持って履けるシルエットとなっております。もともと上半身がすごく華奢でらっしゃるので、ふんわりした透け感、とろみ感のあるものをまずチョイスさせていただきました。お首もほっそりされているので、こうちょっとこう詰まったでボリュームのあるものが、ね、すごくお似合いだなと思いました。洋服が着せられてる感がすごい出ちゃう時があるので、こういうボリュームがもともとあるブラウスっていうのは着やすいなと思います。首詰まってるやつは本当に選びがちなので、普段からこれはすごい安心感があります。お、やりました。ステートさんのブラウスもかわいい。この袖がすごい可愛いんですよね、たっぷりしてて。ほんと、しかもこのカフスも可愛いのね。そうなんですよ、キュッて袖のところがなってて、ここはボリュームがある感じのブラウスです。まずブラウスを着用していただいたんですけれども、夏場もうちょっとこう違うものも着用になりたいですか。ハードのものとか着たいなって思いますね。それこそこう T シャツ、ロゴ T とか着てますかね、うん、そうですね、はい。じゃあちょっと骨格ウェーブさんに似合うロゴ T に着替えていただきたいと思います。はい、行ってきます。行ってらっしゃいませちょっとこの芝居がかった感じがいいですね。じゃじゃーん、可愛くないですかこの T シャツルックありがとうございますアクセサリーを足したのがポイントです。上半身に少しこう厚みを持たせるようにしてみました。少しね、視線アップできるようにウエストもインしてます。
こういう時にもこのハピネスがバランス取りやすいですね。確かにウインカーと合わせてもすごい良さそうです。確かに、そうそう、やっぱりこの黒子丈なのがいいんですかね。うん、確かに。ナチュラルの高橋さんにご登場いただきます。はい、素敵です。もうね、ナチュラルさんは本当何でも似合うんですよ。直角がね、いいんですよね。ナチュラルさんは膝のお皿が出ているのが特徴です。ですのでデニムはフレア、それからワイドシルエットなどがお似合いです。着用なのは、はい、レッドカード東京のマーマレードミッドライズという2年くらい前から登場しだして一気に今上位に上がっているフレアモデルになりますね。骨格診断を受けた時にハマったのがやっぱり膝、あ、言われたら確かに膝目立つなって、それまであんまり意識しなかったんですけど、言われたらそうだなと思って、膝が目立つから少しゆとりあった方がいいよっていうアドバイスをもらってからそういうモデルを選ぶようになりました。何でも好きなものを履いていいと思うんですけど、はい、ちょっとその骨格診断でなんかよりなんか、そうですね、はい、選びやすくなりますよね。確かにっていうふうに気づきもあったので、デニム今年ブルーが当たり年になってまして、中でも結構薄い色、そうなんですよ、薄い色が欲しいんですよ、ね、そう、薄い色がすごく今よく売れてまして、その薄い色の新色、このブルーがいいですね。ちょっと他にないね。そうなんですよ、このマーマレードに合わせたのが、はい、人気のアニビンの T シャツでございます。もうちょっとだけオーバーサイズ、はい、そうですね、私が着てもオーバーなので結構ゆったり目立つと思います。オーバーサイズ合わせてご着用いただきました。かわいい。他にもちょっとせっかくだから着ていただきたいんですけど、もうちょっとあの、40代っぽい感じのお茶つき選んでいただけるとちょっとこうオーバーサイズのニットがいいかなと思ったんですよ。はい、ではそちらに着替えてまいります。お願いいたします。ありがとうございます。もう手慣れたもんでさすがです。じゃじゃん、着替えていただきました。今度はざっくりニットです。さっきカジュアルだったから、はい、よりエレガントな感じ。私前にナチュラルさん結構ざっくりニット似合うって言われました。しっかり多分そうですよね、骨格があるから多分それでだと思うんですけども、こういうニットはすごく好んで普段も着ています。さっきのウェーブさんはちょっとこうインとかにしないと少しこう視線が上がらなかったですけど、はいはい、確かにナチュラルさんだとアウトにしてもいいのか、比較的あの気にせずに合わせばいいしてるかもしれない。かぶり気味です。あ、かぶり気味かぶり気味全然違う。いやいやいや、いいですよね、夏にこの辺の色いいです。はい、着やすくてやっぱベージュにね、ブルーが合いますよね。確かに確かに。一応、はい、要注意です、はい、内側に、はい、内側膝に力を入れてました。皆さん、ハウント代官山、いらしてくださいね。お待ちしてます。あれ、何も言わない。